どうかお気をつけて。あれが星神様の祭壇のように。なんだありゃ。あれが星少女です。なるほどな。嵐を体現したようなやつだ。このままじゃここも危ねえぞ。どうしてこんなに暴れてるのかな。島の気候をめちゃくちゃにしてまで。わけがあるはずです。きっと何か。とにかく近づいてみましょう。ルリアちゃん、いざという時はお願いね。はい、わかりました。待ってください。おお、危ねえ。足場が不安定になっているわ。向こうに渡れそうな道を探しましょう。先日はこれならいける。頑張ります。くらえ。デルーガそうかもしれねえが、そうだったとしても、それで村を襲われたんじゃ島民もたまったもんじゃねえだろう。と、これならいける。この道を進めば祭壇だ。急ぐぞ。ちょっと待った。下からなんか。足場が崩れていきやがる。走れ。
避難するんだ。急げ。もう少しだ。止まるんじゃねえ。今のはヤバかったぜ。ルリア、大丈夫か。なんとか。今そこでなんか動いたような。足場がここしかねえから、上に向かって逃げるしかねえ。あの聖少女、私たちを敵視しているの。とても苦しそうで、話は聞いてくれなさそうです。だ、お前らも懲りねえな、本当。ホーブリンたちも錯乱しているのか。仲良く脱出ってわけにもいかなそうだな。そこ。聖少女フラカーンか。他にも何か言ってるか。すごく悲しんでます。何百年もかけてこの島を、火事の聖地を島の人たちと作ってきたのに、自分の手でめちゃくちゃにしてしまって、でも止められなくって。意志と行為が乖離して、暴走というよりこれは操られている。だとしたら一体誰がこんなことを。わからないが、とにかく今は私たちでこの場を収めねば。ええ、島の人たちを助けましょう。できることならこの聖少女も。はい。少女、かつて白空戦争の際に生み出された星の民の兵器か。でもその兵器は戦いの後空の世界に残された。ある者は土地に戻り、ある者は信仰の対象となり、ある者は人々と生活を共にし、文明の発展に寄与した。スラカーンは繁栄を司る聖少女です。主人の技術をもたらして島の発展を支えてきたようです。そんな子の力をねじ曲げて大切な島を破壊させようとする者がいる。許せない。とにかくだ、早いとここのジャジャ馬を助けてやらねえとな。はい、お願いします。よ、無理は禁物だよ。くらえ。何、
装甲が再生しただと？まだまだ魔力は余裕ありってか。ケアに行こうぜ。ほらよ、よし、飛ばすぜ。みんな、こっちです。光の守り、叶えます。ここだ。お願い。いいぞ、ドリア。一気に行くぜ。アイス、お願い。よし、行くわよ。仕掛けてくるわ。相手の動きに注意して。距離を取った方が良さそうだぜ。無理はせず様子を見ろ。慎重に戦った方がいいぜ。やってやるわ。助かるわ。そこだ。くらえ。もらった。よし、そこだ。この調子でいこう。くらえ。やべえのが来るぜ。避けろ。よし、どうする。お願い。エアに行こうぜ。せや、くらえ。やべえ、くらいなさい。よし、やっ。派手にぶちかます。バリッシュピア。畳みかける。テンペストブレード。私も負けていられないな。アイシュクルネイル。当たったって。